それでですね、どうしましょうね、あの半分ぐらいなんですが、まだあのちょっと、困ったなと思ってますが、これはまあ光で動くっていう形のもんでした。あ、どんどん先に進んでしまいましたけども、いきなりこのなんか結果がだから言うと、まあ、皆さんこのひまわりなんかご存知ですよね。日が当たる方向に、まあ、向くと言われてますね。でそういうのも工夫するとできます。できますっていうか、くっついたり離れたりっていうのをですね、光を当てると形が変わる分子っていうのがあるんでね。でそれを利用して光が当たると形が変わって、その輪に入る入らないっていうのが出てきますね。でそうすると離れるっていうことは、まあ膨れるというかことになるんですね。で光が当たった方だけが膨れると、そっちの方と、まあ、その場合には反対の方向に動くんですが、逆にですねちょっと工夫してやると光を当てた方に曲がるというものも作ることができます。でそうするとですね、まあ、走行性というのが光の方向に曲がるものというのも作ることができますという話です。はい。それでですね、ありますあります。それはメインなんですけどね、どこまで言っていいのかで分かりませんが、これが2年ほど前のノーベル賞ですね、分子マシンっていうので、3名の方が捉えてます。で、まあ、割と私たちの分野と近いのでね、まあ、俺よく知ってますけども、例えば、ね、サバージ先生ってフランスの方は分子筋肉、分子自身が伸び縮みするっていうのを作られましたよね。でスタラード先生っていうのは、まあ、分子アトムの分子の中でですね、輪が行ったり来たりするっていうのを作られた。で、実はですね、分子筋肉で分子が自身が伸び縮みするっていうのはですね、私たちもやってましてですね、ちょうど2000年にその澤井先生もそれを作られて発表されたんですね。で私も同じ年にそれは全然違うもので、分子自身が伸び縮みするっていうのは、まあ、報告しました。でそれ以来私たちはですね、十数年かけてですね、虚子的な世界ね、私たちの世界リアルワールドというんですよ、で動くようなものを作りたいということでやってました。これはまあかなり大変でした。もう十数年かかったんですけど、2016年、ちょうどこの年にできたんですね。で論文で発表したこれはですね、このサバイ先生からメールが来ましてですね、コングラチュレーションって言って、何がコングラチュレーションなのかなと思ったら、そういう分子の伸び縮みっていうのを虚子的なね、私たちの世界でそういう動くものができた、まあ、いわゆる筋肉ですね、そのものができたという。でそういうことをまあやりたかったんだということですね。で、まあ、そういうことがもう今できるんだねというような話になりました。それでですね、ちょうどそれ6月だったんですが、で、ぜひ見たいということですね、10月の末に日本に行くから見せてくれるかっていうので、そしたら10月の最初にこれノーベル賞というのが決まるんですね。で10月の最初に決まってしまいました。それでですね、もうキャンセルするかなと思ってたんですが、実はキャンセルせずにですね、来てくれました。で我々のその分子の筋肉というのを集合させてっていうかな、で、やると、まあ、いろんなテクニックがあるんですけども、ちゃんと動くんですね。さっきの見てもらった方が早いんですが、これなんですね。動くかな、動きますね。光を当てた方に動きます。でこれは基本的にはこういう伸縮が分子のレベルで起こってるんだね。でそれがインテグレーションっていうんですが、たくさん、ね、ある方向にきちっとこう並べるとですね、こういう形で動くものができますよということです。はい。でそれがまあ一つの流れでして、あとはさっき中野先生が言われた自己修復っていう話ですね。これも応用するとそういうふうになるんです。でこれも宿題にしたらいいんですけど、どうしたら自己修復ができますかっていうね。でこれはどうしましょうね。これでもう示しますが、やっぱホストゲストですね、さっきから言ってるように、いわゆる結合っていうのは切れたらつながらないんですけども、ホストゲストの相互作用というのは切れてもつながるという分子の性質がある。でそれが、まあ、虚子的な世界というか我々 の
マクロの世界でも起こればですね、ちゃんと切れてもつながりますよと。で実際やってみたらその通りになったというあのことですね。経験的にはこういうことはまああるんですが、つながります。はい。でそれを利用すると切れてもつながるというのが自己修復というんですけども、生物なんかでもね行われるような修復ができますよって言って、ね、でそのためには、ゲストがくっついた高分子ポリマーとホストがくっついたポリマーとですね、混ぜたら基本的にはできるんですが、はい、もう省略した方がもう時間的な図分はあれなんですが、もう切ったらですね通常はつながらないですね。でこの消しゴムみたいなのはさっきのホストのポリマーとゲストのポリマーでできてるんですけども、鋳型を使って作ってるのでですね、切断面以外のところでこう接触させても全くくっつかないんですが、切断したところを接触させてやるとそこだけがくっつくと、ということを示しているビデオですね。これもちょっと時間がかかるので、で実はこれをちょっと展開してですね、もう商品化というか大量で作ってですね、いろんなものに使っています。はいはい、くっつきましたね。でなぜかというと切れるっていうのはホストゲストが外れるという基本的なんですね。で接触させると元に戻りますよっていう、こういう単純なことなんですが、ぴったり合わなくてもぴったり合わなくてもくっつきます。要するにホストとゲストがね動き回ってやっぱり熱運動して相手を探してるんですね。で近くに来たらここでくっつくって。で実はですね、やっぱりそうすると温度高い方がよく、そうですね。ただ温度があまり高くなりすぎると平行ですから外れた方が多くなって弱くなってくる。その適当なところがあるんだと思うんですね。で修復率 99% 以上って書いてあるんですが、実は 100% を超すことがあるんで、ね、これをあるんです。でこれを言うとですね、もうそんなまさかっていうようなことを言われるんですが、高分子の特徴なんで、ね、切ってつないでもっと最適な位置で数が増えたりする場合もある。でそういうことをまた見つけてほしいんですね。ありえないことっていうのを、でこれも当時珍しいっていうので、はい。